こんにちは、草加です。小豆がゆは、小豆を少し固めに茹でまして、ご飯と一緒にお粥にしていただくと、とても美味しくいただくことができます。1月15日は小豆の日で、この日に小豆がゆをいただくと、1年の厄払いになると言われています。けれど、これほど体に良くて美容にも良い小豆がゆは普段も召し上がるととても良いと思います。お米飯盒、小豆も飯盒です。お米は1時間浸水させます。小豆はよく洗ってきます。小豆と米合わせて8倍ぐらいの水を出します。火を中火にして炊きます。本来はここで茹でこぼしをします。茹でこぼしとは、一度小豆をザルに入れて中にある湯を全部取り替えます。それによってアクを取るという方法です。しかし、このアクの中に素晴らしい成分が入っているんですね。そもそもアクといっても、それほど気になるような味がこれで変わるとか、そういうことはないんです。色が黒くなったとか、そういうのもありません。ほとんど変わらないです。で、この中に含まれているサポニン、このサポニンは小腸での吸収を抑制する働きがあり、ダイエットとか肥満防止になるんですね。悪玉コレステロールの働きを抑える働きがあるので、心筋梗塞や脳梗塞の予防にもなるんです。一粒取り出して硬さをチェックしてください。イソプロテイン、このイソプロテインは肉類に匹敵するタンパク質。食事をいっぱいに取らなくても、筋肉や骨、皮膚、血液を作るためのタンパク質を摂取できる。しかも血中のコレステロールを下げてくれる働きがあるんですね。ここで薄口醤油は小さじ2杯入れてください。ここで水 200cc を加えます。そしてイソフラボン、イソフラボンは女性ホルモンであるエストロゲンに近い働きをしています。そのために肌の細胞の新陳代謝を促進する、美容効果、カルシウムの流出を防ぐ効果もあるので、骨粗しょう症や更年期障害の予防にもなるという、とてもありがたい栄養源になるんです。はい、小豆がゆが出来上がりました。小豆がゆですか。はい、小豆がゆです。ありがとうございます。どうぞ、ごゆっくり。恐れ入ります。はい、どうぞ。小豆がゆです。小豆がゆ、では早速いただきます。そしてその隣が、はい、今度はカシギ料理で出す白味噌と赤味噌を合わせて、
かぼちゃの合わせ味噌です。あ、美味しそうですね。はい、では本日のメインの小豆がゆからいただいていきます。はい、美味しそうですね。私、小豆がゆというものを初めて拝見いたしました。そういったお料理があること自体を知りませんでした。あ、栄養たっぷりという形ですね。美味しいですね。小豆の栄養分を逃がさないように料理しました。お汁とともに、ちょっとお赤飯と似てるような。ええ、似てますよ。おめでたい食べ物。あ、小豆がゆの方もお赤飯と同じようにおめでたいんですね。厄払いでもともと1月15日に、1月15日に、だけど年に1回だけじゃなくて、常に例えば胃が疲れた時とか、そういう時はおかゆがすごくいいんですよね。お赤飯の時よりもこのお豆がたっぷり入っていますね。あの豆とからお米とは半々。あ、そんなにたくさんお豆が入ってるんですか。で、お米も1時間お水に浸してます。1時間たっぷり吸水して。1時間以上だとぐちゃぐちゃになっちゃうんで、1時間ぐらいがもう最高にこうふわーんとした粥ができます。そうですか。だからお粥にするには30分だとちょっと早いかなと思って。ああ、そうなんですね。土鍋を使って炊き上げました。豆も絶妙な硬さですね。形を保ってはいますけれども、口に入れた途端にふわっと崩れる形で、とても美味しいです。栄養たっぷりですね。土鍋もね、使い慣れると割と楽なんですけど。あ、そうですか。でも炊飯器に時間に追われると炊飯器って大好きなんですけどね。そうね、本当は火でこう炊いた方が優しい。じんわりと遠赤外線で。ではお汁の方もいただいてみたいと思います。赤味噌と白味噌。夏はね、赤味噌使う。あ、そうですよね。赤味噌、赤ほうちゃん、みょうがが上に乗ってますね。ごまでお化粧されてます。みょうが、美味しいですね。あ、夏に赤味噌やっぱりこうピリッときます ね。汗かく。そうですよね。今こうシャキッとしました。かぼちゃもいただきます。ちょうどいい大きさ。夏はね、かぼちゃとかね、また焼き茄子もいいんですけどね。今回はお茶の甘みがですね、この赤味噌でとても引き立ちますね。美味しいです。本日は小豆がゆと赤味噌と白味噌の合わせ味噌でかぼちゃのお味噌汁でした。先生、ごちそうさまでした。